8月25日水曜日の洗濯天気予報をお伝えしていきます。今日も天気の急変などには注意が必要となりそうです。さあ、それではこの先の天気確認していきたいと思います。天気分布の予想で見ていきましょう。今日は日本海に低気圧やまた前線が広がっています。そこに向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、北日本方面や日本海側で雨が降りやすく、太平洋側などでも日差しが届くことがあっても雨の降ることのある変わりやすい空となります。洗濯物の外干しをされる際は空の変化にお気をつけください。では今日のマップも見ていきましょう。洗濯情報のマップです。今日洗濯物の外干しが OK となっているのが東京と大阪となっています。特に東京、関東の南部などでは雨の降る可能性は低いということにはなりますので、洗濯物干しても大丈夫かと思います。その他のエリアでは心配となっているところや NG となっているところが多くなっています。特に北日本や日本海側、降る時間も長くなりますので部屋干しの方が安心です。西日本や東日本の太平洋側でも日差しが届いていても油断はできませんので、空の変化に十分お気をつけください。お天気アプリウェザーニュースではお洗濯情報を見ることができます。ぜひご活用ください。